この大会も、コロナ禍でなかなか開催できず、4年ぶりの開催と聞いています。It's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands. It is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be, where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands.エスパルスの権田修一です。まずは優勝チームの皆さん、本当におめでとうございます。本当によく頑張ったと思います。みんなで本当に喜んで、またこれからももう一回次の大会があった時に優勝できるように頑張ってください。そして準優勝チームの皆さん、皆さんも本当によく頑張りました。本当に悔しいと思います。でもその悔しさっていうのが、みんながこれからサッカーを上手になる栄養になると思います。なので本当その悔しさを忘れずに、また明日からもっとみんなが上手になるように頑張ってください。僕はずっと応援しています。みんなに一つすごく大事にしてほしいことがあります。今もう当たり前のようにサッカーができてるんじゃなくて、しっかり感謝をみんなしてほしいなと思います。これからもサッカーを楽しんで、みんな頑張ってください。権田修一選手です。ここまで決勝まで来るのがすごいと思います。その中でコーチたちのことも考えて、仲間たちのことも考えて、中でもそこはすごいから、次は3セットで勝てるような選手です。また練習していければいいと思うので、また今日、しっかり切り替えて、この準優勝も良かったし、感謝しながらたくさん食べて、また元気を持って、来週頑張ってください。はい。内容的に、全体的には成長したと思うし、いい大会になったなと思う。結果としてね、勝敗ではね、負けたんだけれども、まだ君たちのサッカーが終わったわけじゃなくて、やっぱり周りを見て判断できるっていう選手になれる、そこを目指してね、1年生の時からずっとやってきたわけでね、この問題はね、だから、それが今日ね、出せた。最高の結果で終われる、いい夏休みの思い出になったんではないかと思います。大会に参加するために、はい、じゃあ本当お疲れ様でした、決勝が一番良かったね。先生も見ててね、あーってすごい感動したし、みんなの、ね、成長を感じました。でやっぱりこのメンバーはね、
先生たちがこう、なんだろう、行き先を教えてあげるとそこに向かって一生懸命頑張れるんだけど、サッカーってそれだけじゃ上手くなれないんだよね。最後決断するのは自分になって、でそれは普段の生活でもサッカーでも その決断がこの4日間でね、みんなができるよっていうのをこう生活でもサッカーの中でも伝えてきたんだけど、それはやっぱプレーで随所先生が言ったこと以上のね、こう相手のチームの剥がし方とか、でゴール前の発想とか、で何が言いたいかっていうと、やっぱ自分を出さないと、それはどんな状況でもどんな環境でも、例えばベンチからこう指示があったとしても、自分が見て感じて、いや違うなって自分の意見をしっかり持って、ね、自分が考えてしっかり自分の目でよく見て、で考えて行動できる、その行動するところまでみんなまで行ってないことだとあったけど、この4日間でそこはね修正できたと思うから、ね、またこれを今後につなげて、今日の優勝はここまでの通過点だ。